サントコロンブドライコールコマンドリーは、フランス、奥下ニー地域圏、ピレネーゾリアンタル圏のコミューン、トゥイールの町の南西に位置する。カタルーニャ語では、サンタコロマデトゥイール、または、サンタコロマデラコマンダと呼ばれる。カタルーニャ語の地名サンタクローマが、公文書に登場するのは974年、ローマ教皇ベネディクトゥス6世が、アールテンポルダーにあるサンペレ修道院を支持しその、 権限に言及した時である。この修道院の所有物のうち、サンタコロマ、ワイラビー社コンジャンクタ教会の名があり、所有や権限を、西フランク王、ロテールとローマ教皇ヨハネス15世が認めていた。11世紀初頭、ラビラールでコンジェンタの集落は、サルダーや死者クベルナトの手に渡った。彼は、教区とサントコロンブ教会の自由所有権を持つと、主張していた。 千0 1 8年、その所有権は、デュピアのサントマ教会で改定された、裁判の争点となった。裁判には、バザルハク・ベルナトと、彼の弟である、サルダーニャハク・ギフレ2世が出席した。裁判は、シャクベルナトの息子スニフレへの勝利で終わった。12世紀、村は、アラゴン王アルフォンソ2世時代に王領となった。13世紀、サントコロンブは、 パラウダ家に従属していた。マヨルカ王ジャウマ二世は、ベルナトド・パラウダに、民事権と刑事権を授けた。ベルナトド・パラウダの、チチラモンは、1345年に、ペラギテン王に対し、サント・コロンブ城とカステル農城の領地を区切るため、養成所を送っている。テンプル騎士団が、サント・コロンブの領主権を直後に得られたのは、おそらくこの家系からであった。サント・コロンブにできた。 コマンドリーは、コマンドリードマスューに従属するようになった。地名は、サンタコロマデラコマンダ、その後サンタコロマデホスピタリアーズとして知られるようになった。1312年、1307年に没収された、テンプル騎士団の資産は、聖ヨハネ騎士団に与えられた。聖ヨハネ騎士団は、アンシャンレジームが終わるまでサントコロンブを所有し続けた。ーイコール1999年まで、 LDH, e h イヘス、s カジニー2004年以降は NSEE. ありがとうございます。